メリクリー、メリクリー。はい、ということでね、本日我々プライベートでクリスマスパーティーをする予定だったんですけど、ですね、とある事情がありましてドタキャンされてしまいました。あ、そういうこともあります。なんということだ、そんなにサンタコスまで用意してクリスマスツリーまで用意してね、ちょっとドタキャンされてしまったと。このまま野郎だけでクリスマスパーティーをするのか、いいな女の子欲しい、だな、だな、意味ないよね、野郎だけでクリスマスパーティー。そうだよ、エチエチクリスマスパーティー男だけでやってもな、困ったことになるだけだ。やらない、やらない。何を言ってるもん。ということで本日の企画、 Tinder で1000人に今からクリパしようと言ったら何人来るのか。久しぶりの Tinder1000 人検証企画となっております。これはね、決して僕たちが女の子とそういうことをしたいとかそういうことではなく、皆さんが来年のクリスマスとかに相手がいないとそうなった時に Tinder でひたすら送ればパーティーが開けるかもしれない。そうだよね、誰もパーティー用で使ったことないからね。そうそう、やっぱね、出会いっていうのはいろいろあるからね。そうだね、2人でデート行くもあるし、みんなでパーティーするもありないということで、やっていきましょうか。はい、はい、え、なんて送るの。今からクリパするから打ち来ないですか。そうだね。今からうちなんだね、とりあえず会場は。そうだね、怪しすぎなの。まあ送り方ちょっとソフトにしてもいいかもしれない。今夜白金でクリパするからどう。ああ、そんな感じで、もう1000人ぐらいバーって送って何パーセントが来るのか、そういう検証動画になってます。実際呼ぶんだよね、こう女の子。呼ぶ。マジか。マジか。もちろんエチエチは楽しみたいんだけど、俺人見知りだよ、怖いよ。まあこれね、パーティー動画じゃなくて検証動画だから、あ、別に何人来るかってことが大事で、だって顔出し許可とか何も取ってないから。あ、そっか。多分基本俺ら映して乾杯みたいな、あー、なるほどね、なるだろうな。まあ1000人いけなくてもいいから、うん、まあ集まればいい、ね、何パーセントか分かる。とりあえず呼び寄せていきます。よし、はい、それではやってみよう。レッツースープしてシモンのギャルメリクイ。てか来なくね。諦めんの早すぎる。来るかな。お前何見てんの。ノベルグライト。おい、やべえ。いや、俺もう送り切ったよ。送り切ったの。もう終わっちゃった。だ、ちょっと外出していい。あ、何どこ行くの。クリパがあるらしい、実家で。あ、実家クリパ。実家でクリパがある。あ、じゃあ今日クリパのはしご。クリパはしご。そうそうそう、実家行ってクリパして帰ってくる、うん、したら女の子がいっぱいいる。なるほど、ね、最高ライフ。お前、じゃあ撮影にもかかわらず家族のクリスマスに向かうと。そうだね。それはちょっとね、世間は許してくれない。じゃあこれでこのまま行ってね。じゃあ行ってくろ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ノープすんだお前。お前、お前ノープしてんじゃねえ。厳しく言ってんだよ。お前検証だぞ。お前の好みは関係ねえんだよ。量より失敗。200人送りました。ちなみに今ね、1人は来るって言って、もうこのタイミングで1人連れましたと、うん、よかった。俺この企画さ、実は誰も来なくて俺らでクリパやるっていうの見えてたよね。うん、危ねえ、うん、危ねえ危ねえ。1人来るぜ。どうすればいいんだろう。大丈夫ですって言われたら住所送ればいいのか。住所送っちゃおう。住所送っちゃおう。住所送っちゃおう。はい、ということで、はい、1000人送り終わったんで、あとは何人8時に来るか待っていきましょう。はい。やべえ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 、うん、来た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 。どうする。待て待て、なんか近くに着きましたって来た。どうするどうするどうする。俺ら今ね、こんだけ呼んどいて直前になってちょっと日和り始めてるんよね。大丈夫かな。こんな準備したけどさ、まあ、森山あと30分ぐらい帰ってこない。マジか。で、なんか俺らこんなさ、カメラに向かって喋ってたらさ、うん、なんなんこいつらって感じ。確かに。じゃあ言っちゃおうぜ。言っちゃうか。 YouTube の企画なんだけど、いいって。それでよかったら一緒にクリパしよう、うん、うわ、なんか一気に来てほしいな。一人ずつ来られるとな。まずは一人対二人で俺ら。いや、そうだよな。クリスマスパーティーなんで、うん、まあやるか、まあやるやるかやるかやるか。行きたいです。あれ結構来るなこれ。大丈夫。え、ピザ何枚頼んだ。1枚。追加追加追加だよ。追加追加だよ。困るぜ。思いつきでこんな企画するんじゃなかったぜ。なんという建物でしょうか。あ、これ送ったらもういよいよピンポン。もうピンポンだ。ここカメラ置いて、ここクッション置いて、見て俺らここから。うんうん、まあまあまあ、年上だから。年上だから。うん、もう年上の方来たら俺らがしたい。そうしようか。ここの、この子の家年功序列だから。で、俺ら写して、で、こっち側で女の子座ってもらうみたいな。ふぅー。はーい。久
しぶりなんだけど、ティンダーの声言えるよ。やばいやばい、緊張すんな。この感じ懐かしい。緊張するっぺよ。あ、いらっしゃいませ。一番乗り。こんばんは。よく来てくれたね。いや、今日ちょうど休みで、仕事は一日びっくりましたかな。いや、ちょっと友達と出かけました。あら、一緒じゃん。あちらへどうぞ。メリークリスマス。メリークリスマス。どうすか。やば、すごいっすね。すごくないっすか。久しぶりに見たこんなの。あ、全然座っちゃってください。やばい。いや、今日その焼肉に行くはずだった。すいません、焼肉じゃないです。マジすいません。ドタキャンされたんですよ。あ、焼肉をドタキャンされたんですか。彼氏も優先されたんです。まあそれは、うわ、でも予定入れてたんですもんね。初めてなんですよ、東京に来て。いや、まあ、すごいっすね。それはそう、ね、それはそう、よく来たなって感じ。え、おいくつ。27です。27、あ、年下。よし。ワンちゃん年上か、大丈夫かと思ってた。やばってか、私一人大丈夫。大丈夫です、大丈夫、大丈夫。シャンパン行くか、もう。もう行くんですか。もう行くか。行っちゃいましょう。やっぱクリパ第1号のお客様ということで。来た。あ、女子。こちらのお席へどうぞ。こんばんは。こんばんは。なんか面白いな。え、全部あのアプリから読んでるんですか。あの、Tinder、うん、から。へ、すごい。こんな感じですかね。あ、ですよね。そうそうそう。いや、今ちょっと動画撮ってて。あ、なるほど。そうそう、俺らだけ映してるんだけど。あ、はい、大丈夫です。大丈夫。はい、大丈夫です。大丈夫ですか、本当に。大丈夫じゃない、ね、大丈夫じゃない。 あ、本当、はい、ごめんね。ごめんなさい。いや、ちょっと本当興味本位で。あ、そうなの。そうなんですよ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あ、ならならない。あ、ごめんなさい。いやいや、なんか見てみたいなって感じで。あ、本当、見てみたいなって。え、俺ら知ってるってことだよね。あ、そうですね、なんか見たことあって。あ、なるほど、なるほど。本当におるかなって。本当に全然知らない。え、知らなくていい。知らなくていい。じゃあちょっと写真撮ろう。え、いいんですか。写真撮ろう。いや、じゃあ私撮りますね。なんか特殊な状況だな。特殊すぎる。ごめんなさい、本当に。はい、撮れました。ありがとうございます。ありがとう。なんか、そうですね。ごめんなさい。いや、普通のパーティーかなって思って。普通のパーティーなんですよ。普通のパーティー。普通のパーティー。本当に普通のパーティー。一杯だけ行きますか。一杯だけ。え、いいんですか。いいんじゃないですか。ありがとうございます。クリパ会楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。おおおおえぇ、始まってしまった。始まりました。実は今日、Tinder で1000人にクリパしようって言ったら何人集まるのか。面白い。面白い。そう、検証しててみんなでクリパしたいなって思ったよ。いや、私もなんかそういう大規模な企画かと思って、なんか紛れれる感じかなと思って。あー、でも、そういうこと。思ったより小規模だったから。いや、違う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 。なんか来るの。思ったより小規模。準備をしていただいてたんですよ。はい。僕がやりました。一緒に準備とかしたかったです。裏方に回りたいですね、むしろ。はい。逆にカメラマンやってほしい。逆に、え、カメラマンとかやっていいんですか。やってほしい。え、やりたいです。やってほしい。めっちゃ嬉しいです。もう、撮っちゃっていいんですか。撮るボタン。セーフセーフ。お、来ました。じゃあちょっとついてきて。はい。カメラマンやらせて。撮れてる撮れてる撮れてます。ついてきてる。はーい。はーい。あ、ドミノピザでした。あ、ドミノピザ。ドミノピザでした。あ、出張斜めってない。ちょっとそこ気をつけて。斜めってるよ、カメラが。画角こだわってっから。クリスマスらしいこと今年何もなかったから、ちょっとよかったですね。よかった。一生の思い出になります。よかった。はい、そこまで言われるか。すごいです。私初めてね。何がですか？こういうの。こういうの。いや、私もですね。多分みんな初めてなんじゃないですか。それはね、俺らも初めて。Tinder で開催するクリップは初めて。今日焼肉行く予定あったもんな。焼肉行く予定あったんですか？めっちゃいい。Tinder に行く予定だったけどドタキャンされた。彼氏に取られたと。彼氏に召喚されたら、ごめん。あー、友達に召喚じゃないとね、やっぱね。切なかったよ。男に召喚されるの困るよな。どうせ別れるのにな。
なんか切ないね。まあまあまだ人数少ないしな。うん。こう しっぽりした感じのクリスマスでいいんじゃない。話がやで。あ、そういうことね。何にも噛み合ってない。なんかクリパって感じしてきたね。してきましたね。あとは人数。あとは人数。まだバリバリリクルーティングしてるんですか。リクルーティング。そうですね。なんかインサート撮ってます。すごい繊細なカメラワークだ。ガチインサート。なんかもらえるのがあるかなと思っていろいろ素材撮っときますね。おお、素晴らしい。さなぎもう来なくていいよっていうところ。君はもういらない。よし、じゃあ一旦リクルーティング。怒ってる子いるの。なんて。そういう人ありえないです。家だからか。そう。やっぱ家に呼ばれたら怒る。パーティーしようと言ったらみんないると思う。確かに。で、確かにいざ蓋開けたら俺らしかいなかった。それは聞くわ。てかさ、あの、玄関入ってきたとき帰ろうとしてたよね。いや、なんか違ったのかなと思って。ああ、もっとガヤガヤしてると。でも、やっぱね、今ぐらいの時だったら入ってきやすいよね、人が。今の時ぐらいだったらなんか超葛藤してない、一瞬で。どうするか。え、あ、帰りま、お邪魔しまーす。いや、そりゃそうだよね。うん、あれ、仕事ないし。看護師してる。あ、看護師。看護師だ。あと、パーソナルトレーナー。教える方。あ、そうです。大会に出てた。ベストボディ。あ、ベストボディじゃん。すごっ。じゃあベストボディってこと。すごっ。ベストボディに出てた。え、ちょっとインスタ見たい。インスタグラムですか。あ、見せて見せて。アメリカのモデルみたいに。俺より絞れてる。痩せたんですよ、ちょうど。今そうなんですか。全然できますよ。ちょうど太ってる。ビジネスが成立したぜ。マッチングした。マッチングした。マッチング。あ、アイスチャットで。いや、検索しない方がいい。検索まだし、帰ってから。あ、知らずに見たんですか。知らないの。やばくないですか。やばい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 。でも、お寿司っちゃんのみんなが今、夢あんなと思ってるぜ。確かに。適当に、バーって送ったら、ベストボディが来た。あ、森山帰ってきた。おかえり。おかえり。おう、ちょっと動揺してる。どういう状況今。すごく動揺してる。動揺してる。もう訳が分からない。普通に俺実家でクリスマスパーティーやってたんですよ。うん、二次会なんで。こっちは異常な会。異常な会です。じゃあクリパ。あ、ちょっと斜めてません。あ、失礼します。意識。あ、もうちょっと意識されてる。あ、オッケーです。あ、大丈夫。そういう関係なんだね。それではクリパ、楽しんでいきましょう。オレイ。オレイ。もう一本飲んじゃう。モエルとは。俺モエルとは。そのせい。あれの上がり。あれの上がり。あの視聴者じゃない。あ、はじめまして。本当にクリスマスパーティーに来た人。来たら俺らしかいなかった。いたー。いたー。クリスマスパーティー来る人。来てこう一瞬帰ろうとしてた。二人とも帰ろうとしてた。マジで。いや、なわけなわけ。あ、下まで降りてこれますか。お、じゃあちょっと迎え行ってくる。下北女子ご来店です。下北女子、下北女子ご来店です。いらっしゃいませ。こんばんは。あ、本日3組目のお客様。メリクリメリクリメリクリ。おいでおいで。下北なんですか。下北で制作じゃないんです。全然関係ない。なんか飲みますか。あ、萌え飲む。もちろん水ならあります。水でも大丈夫。お湯でもあります。水かお湯ならいきます。左右にします。左右します。左右で。左右で。左右2個。あ、はい。40度。左右40度だから気をつけて。ああ、完璧に調整できる。サウナならおらりっけ。ああ、熱せば。ああ、完全です。ちょっと信用できる。乾杯しますか。じゃあクリスマスなんで。はい。乾杯。どんどん来るぞ、こっから。本当に来た。2名ご来店です。早いですね。もう入りたくない。来店スピードが早いです。飲みともご来店です。飲みともご来店です。よろしくお願いします。ごめんね、牛乳になって。でも楽しくなってきた。楽しくなってきたぞ。あ、あの、人間みんな友達。人間みんな友達。男呼んじゃ。男欲しいでしょ。男欲しいでしょ。欲しいです。おだー。正直。男はちょっと足りんとぞ。男足んねえ。男足んねえか。はい、ということで9人集まりました。
よし、これからもっと盛り上げていこう。あと2人いこう、はい、よろしく。メリークリー。え、思った通りのパーティーでした、うん、帰ってきたら、うん、およし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 どういう感じだと思うんですか。めっちゃいっぱいに少ない、呼ぶ少ない、呼ぶもっともっとだこの辺でも話すグループがあって、この辺でも話すグループがあってみたいな。確かに、恋とか生まれちゃってない。少なすぎるんだよ。コモトのライン交換しかない。ライン交換しかない。お前こんなんすんぐ。ちょっとさ、何歳か転校してもらっていい？いや、ちょっと待って、お前手っ取り早く言ってくる。お前、コムドットのコーナーじゃねえんだ。ねえ、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 27歳、23、女の子。あ、合ってたら、合ってたら。いや、今ね、プラマイ違うだ、プラマイ違う。あ、惜しい。今は22だけどっていう。今年23、全く違う。いくつだと思う？ 38。ねえ、どんない。でもね、もう社会人の貫禄が出てない。正直出てない。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 甘ったれた人生。大学生だ。二十歳だ。二十歳かもう若い。成人式したて。こっち、死者五人アラサー組ね。あ、死者五人アラサー組だ。俺らも今年29だから。え、29。そうだよ、29で何やってんだと思った。サッカーの格好して。俺らだって頑張ってんだよ。そうだよ、そうだよ。飯食うために動画撮ってよ。20歳には分からんだろうな。あ、そう、今日俺ら Tinder で1000人にクリッパしようって言ったら何人集まるかっていう動画撮ってるね。へぇ、あ、そうそうだ、そうそうそう、一人に入ったんだよ。マンマンズ釣れてない。へぇー、あ、もうなんかすごい来ました、来ました。興味のじゃない。いらっしゃいました。これね、2人増えたから11人。2人来ました。いらっしゃいませ。つまりサッカーチームが来ました。のみともご来店です。のみともいらっしゃいませ。メリクリ、メリクリ、メリクリ。あ、お好きなところにメリクリ。赤文書。メリクリ。なんかさ、俺とケスが最初行った時はさ、2人だった。そこまでは俺らも。なんかちょっとシュンとしてる。あ、ちょっと回せよ。お前回してくれ。回してくれ。目の前8人います。まず自己紹介からね。そうだな。あ、富士です。というか、めっちゃ遅れた俺らの自己紹介。あ、図に寄ってたんじゃない。確かにな。そっか。藤本浩太です。富士って呼んでください。仲良くなったら、浩ちゃんでお願いします。帰ろうかな。なんか質問あります。ピアス開いてるんですか。あ、ピアス開いてます。こっち2個、こっち1個です。はい、はい、歯磨きは1日何回ぐらいするんですか。1日にで言うと、まあ 0.25 回。4日に1回ってことですか。そうですね。今何日ぐらいですか今。まあ2日と8時間って言ったことです。汚い。他なんか質問ありますか。本当は昨日磨いたよ。本当は昨日磨いたよ。はい、ということで、今宵メンバーが集結しました。はい、はい、ありがとうございます。最終結果、12人でしたね。12人。まあ、入れたらね、俺ら入れて12人なら9人です。9人も集まったぞ。つまり、ほぼ 1%、 1000人くれば、ほぼ 1% の方が集まってくれるという検証結果になりましたと。なるほど、すごいことではないですか。カンパーカンパー。それじゃあ、視聴のみんな、見てくれてありがとう。ありがとう。